11月のですね、大統領選挙を得てからの利回りっていうのは、その大統領選でどっちが大統領になるか、トランプ氏になるか、ハリス氏になるかによって変わってくるかと思いますので、これぐらいですね、利回り水準が1ヶ月で上がっているというのであれば、まあ、非常にですね、短期的に見てもチャンスであるというふうには考えられるのかなと思います。皆さんこんにちは。株式会社ベースパートナーの代表の瀬古口です。このチャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。それでは本日の動画のテーマは、米ドル債券利回り再上昇、最新の米債ポートフォリオ設計例を紹介といった内容でお届けをしたいと思います。はい、かなりですね、巷では話題になってるんですけども、まあ、今年ですね、米ドル債券の利回りに関してですね、今年の9月にかけてこう下がってきてたんですけども、今年のですね、その9月の下旬から再びですね、再上昇してきたと。もうこのまま下がり続けるとですね、みんな思ってたのに、こうまたですね、再浮上してきたということで、まあ、かなりですね、話題にはなっております。で、まあ、それに伴ってですね、皆様がご投資されているような、米ドル債券の利回りであったりも上昇しておりますので、この米ドル債券のですね、ポートフォリオを作った時の利回りとかですね、格付け、そういったものにもかなり影響を与えているわけですね。ですので、今回のこの動画ではですね、米ドル債券の今の現状であったり、足元の状況であったりとか、あとは今だと米ドル債券のポートフォリオを作るとですね、このような条件になるというような設計例についてですね、ご説明させていただく、そういった動画ができればと思います。当社は富裕層の方の資産運用をお手伝いしております。資産運用お考えの方やお悩みの方は気軽に当社の個別相談にお申し込みください。はい、ではですね、まずはいつも見ていただいているこちらですね、すべての米ドル債券の利回りの元になっているですね、アメリカ10年国債利回りの推移、過去3年のチャートですね、見ていただければと思います。まあ、3年のチャートなんですね、基本的にはこう、右肩上がりではあるんですけども、2023年ですね、10月あたりが、マックスですね、金利が高かった状況で、そこから基本的にはですね、下落トレンドにはなってます。2024年なんかはかなり低い状況でですね、3.8% かの水準で始まったんですけども、そこから一度ですね、上昇してるわけです。4月の26日がですね、今年一番高かったんですけども、4.72% まで上昇しましたと。で、そこからですね、アメリカが、まあ、景気悪くなるんじゃないかと、景気後退するんじゃないかというですね、懸念が出始めたことによってですね、利回りが下がり始めたんですね。今10月ですけど、昨月9月16日なんかですと、一番低い状況で 3.6% まで下がったわけですね。で、そこからですね、1ヶ月、今日ですけども、4.21% まで上昇してきますので、9月の一番低いタイミングからですね、0.6% ぐらい、この10年国債利回りの水準が、上がっているという状況になっているわけです。再上昇してきたわけですね。で、まあ、この理由としてはですね、何かと言いますと、まあ、明確にですね、なっているのかなと思います。来月ですね、11月上旬にあるアメリカの大統領選挙、これでトランプ大統領が当選するという可能性がですね、結構高くなってきているというのをですね、利回りもですね、表しているのかなと思います。トランプ大統領が就任しますとですね、経済を活性化させる政策を取るということによって、まあ、景気が刺激されてですね、インフレ率が上昇していくと、まあ、それによってですね、政策金利をですね、思ったほどアメリカは下げれないんじゃないかというような思惑がありましたので、まあ、インフレ懸念が再燃してですね、この10年国債利回りも再上昇しているというようなことになっているのではないかなと考えております。なので、まあ、11月のですね、大統領選挙を得てからの利回りっていうのは、その大統領選でどっちが大統領になるか、トランプ氏になるか、ハリス氏になるかによって変わってくるかと思いますので、まあ、かなり先行きはですね、不透明ではあるんですけども、まあ、とにかく足元はですね、このような利回りの状況になっていて、まあ、再上昇しているという状況でございます。まあ、それに伴ってですね、皆様が投資しているような米ドル債券の利回りも同様にですね、上昇しているわけですね。はい、これがですね、10年国債利回りの直近の状況でございます。はい。で、こちらもですね、いつも見ていただいてるんですけども、先ほどのですね、10年国債利回りのさらにですね、大元になってる、こちらはアメリカの中央銀行が決めてるですね、政策金利、組が定めてる、金利ですね。で、この政策金利をですね、決める会議というのが、ありますので、それが日付がですね、一番左に載ってるミーティングデートというとこですね。で、まあ、1ヶ月とか2ヶ月に1回ぐらいあるんですけども、そのタイミングで何パーセントの金利になるのかっていうのを決めるんですが、その何パーセントになるかっていうのが、確率がですね、パーセントで予想されてると。いうのがですね、アメリカの政策金利ですので、その予想のですね、水準を見ていきたいと思います。で、今現在ですね、4.75% でございます。今年の9月にですね、0.5% の利下げがされましたので、今の数字は 4.75% なんですが、じゃあ1年後ですね、来年の2025年のですね、まあ、10月なんかを見ていただきますと、政策金利水準ですと、3.5% ですね、3.5% 前後になると
いうのがですね、予想としては一番確率が高いというふうに思われているということですね。まあ、この薄い青くですね、色付けされているところが、いろんな金利の中で一番確率が高いと思われている金利の水準ということになっているわけですね。で、まあ、この 3.5% って水準ですね、今の現状から 1.25% 政策金利下がっているということで、まあ、結構下がっているようにですね、下げられているような印象があるかと思うんですけども、実はですね、昨月、9月ですね、今年の9月なんかは、じゃあ1年後のですね、2025年の9月の金利を何パーセントになると予想したかというと 2.75% になるというふうに予想したんですね。ですので昨月なんかは1年後の金利が 2% ぐらい政策金利で下がるというふうに思われてたのがですね、今は 1.25% 下がるということになっているので、まあ、なので 0.75% ぐらいですね、昨月までの予想よりも 0.75% 高い水準になるというふうな予想に切り替わっているわけですね。ですので9月で思ってた時よりも10月はですね、今現在は、まあ、トランプ氏が大統領になることによってそんなにですね金利って、まあ、下げられないんじゃないのと、実際もうちょっと高くなるよねと、インフレ長引きますよねというふうにですね予想している方が多いということなのかなと思います。まあ、それによってですね最近の長期金利がまあ再上昇しているということになっているわけですね。はい、それではですね、代表的な債券のですね種類、格付けごとの利回りの最新とですね1ヶ月前過去の利回りですね見ていきたいと思います。で、主にですね皆さんが投資される債券種類、代表的なもの、米国債、普通社債、期限付き劣後債ですね、それぞれ期間10年で格付けは AA+、普通社債がシングル A-、 期限付き劣後債が BBB フラットのものが大体どれぐらいのですね利回り水準なのかっていうのをですね1ヶ月前の過去の利回りと今現在10月の利回りをですね大体平均値のものを見ていきたいと思います。で、米国債ですと1ヶ月前9月とかだとですね大体 3.7% ぐらいっていう水準がですね多かったのかなと思います。で、それが今10月ですと、まあ、4.1% ということですので、まあ、1ヶ月でですね 0.4% ぐらい上昇しているというふうになっているわけですね。で、その下の普通社債どうかと言いますと1ヶ月前9月は 4.1% だったんですが、米国債にですね近いぐらい上昇していて今 4.4% ですと、まあ、プラス 0.3% ぐらいになっているわけですね1ヶ月で。で、期限付き劣後債どうかと言いますと1ヶ月前は 4.4% でしたが、直近の足元ですと 4.7% ということで、普通社債、米国債同様にですね上昇しているということになっております。ですのでですね、今1ヶ月前から比べてですね米債のポートフォリオであったりを作りますと、大体おおむねですねプラス 0.3% か 0.4% ぐらい高い利回りでポートフォリオを組むことができるというようなですね状況になっているわけですね。はい、それではですねタイトルにもあるようにですね、米ドル債券のポートフォリオの最新の石鹸例をですねお伝えできればと思います。10月23日の債券ですね条件を使って作らせていただいておりますので、まだかなり最新のですね設計例と考えていただいていいのかなと思います。で、トータルですね3億円の債券ポートフォリオで15債券に分散して作ってまして、1債券2000万円というようなイメージのポートフォリオになっております。で、発行体はですねこの表の左側の方にありまして、このようなイメージになっていますと。まあ、かなりですね業種は分散されているようなポートフォリオで、投資会社とか保険会社、通信、飲料、銀行、娯楽、IT、小売とかですね、そのような業種で、まあ、国はですね、まあ、アメリカが多いですが、まあ、イギリスとか日本とかですね、ベルギーみたいな国も入っているというような発行体のイメージになっていますと。で、債券種類はですね、普通社債が中心なんですけども、15債券中4債券はですね、期限付き劣後債が入っているというふうにですね、なっております。で、通貨はですね、まあ、全て米ドルで、債券の格付けですね、一番低いものですと、BBB+と。いう格付けになってまして、まあ、あとは BBB 台のですね格付けの債券も比較的多くて、まあ、シングル A- 以上ですね、シングル A 台以上が半分ぐらいを占めてるのかなとは思います。で、一番格付け高いものですと AA とか AAA とかですね、そのような債券になってるイメージですね。で、平均のですね債券格付けで言いますとシングル A- というふうになってますので、この債券ポートフォリオ全体で見ると大体日本のメガバンク相当ぐらいのですね格付けの債券のポートフォリオになっているイメージになっているんですね。で、残存期間はですねその右側でございます。で、期間が短いですね、3年の債券とか5年とか8年とか債券もあったりとか、あとは10年12年ですね、15年19年、で20年22年、一番長いものですと27年とか29年とかですね、まあかなり短い債券から中ぐらいの債券、そして20年内の長い債券をですね組み合わせていて、まあ数年に1回ぐらいですね、とか2年に1回ぐらい1年に1回ぐらいですね債券が召喚してくるような、そのような組み方をしている残存期間の設計になっていますと。で、平均の残存期間ですと 17.1 年というふうになっております。で、収益性ですね、大事な年利回りですね、どうかと言いますとその右側になりますと。で、利回りですとですね大体 4% 中盤ぐらいの債券が多いと思いますが、
まあ、一部 5% とかですね、た利回りの債券も入っているようなイメージになっていますと。で、平均しますとですね、4.6% というような利回りのポートフォリオになっているということになりますね。で、まあ、この利回りがですね、大体この1ヶ月前とか9月とかですと、同じようなですね、格付けの債券ポートフォリオを作ると、大体 4.2% とかですね、4.3% ぐらいでしたので、アメリカの金利が上がった分ですね、0.3% とか 0.4% ぐらいですね、このような債券ポートフォリオを作っても、利回りがプラスされているようなイメージということになっているわけですね。で、まあ、かなりですね、金利が高い状況、高い水準の状況にはなっておりますので、残存期間に関してはですね、できるだけ長い期間の債券で組みたいというようなご要望の方が多いので、まあ、このように残存期間、10年代後半とかですね、20年ぐらいまでの比較的期間が長いポートフォリオを作られる方が多いのかなと思います。で、まあ、債券格付けに関してはですね、シングルマイナスということであれば、申し分ない水準かと思いますので、まあ、利回りだいたい 4% 中盤で、格付けシングルマイナスで、まあ、これぐらい長い期間ですね、組むことができれば、まあ、非常にですね、優秀な債券ポートフォリオということができるのではないかなと思っております。はい、それではですね、今回のテーマですね、米ドル債券利回り再上昇、最新米債ポートフォリオ設計例を紹介の最後にですね、まとめができればと思います。ポイント4つあるかなと思っておりまして、まあ、1つ目はですね、まあ、ここ1ヶ月でですね、2020年9月から10月までの1ヶ月で、まあ、概ねですね、米ドル債券、米国債含める米ドル社債とかですね、米債利回りの、まあ、概ねプラス 0.3 から 0.4% 程度上昇しているということになっているのかなと思います。これ1つ目ですね。で、2つ目がですね、まあ、その利回り上昇を受けてですね、富裕層の方々ですね、まあ、再び利回りが高くなってですね、米ドル債券の投資を増やしているというのがですね、富裕層の方の投資の状況になるかなと思います。まあ、今後どうなるかはですね、大統領選を経てみないとわからないところではあるんですけども、まあ、仮にですね、トランプ氏が大統領になったとしてもですね、当面の間は政策金利を下げていく方向であるというふうには考えているので、まあ、今の水準の利回りであればですね、今後金利が下がっていくであるということを考えると、今のうちにですね、高い利回りを固定するために米債投資をしておいた方がいいというふうに考えている富裕層の方がですね、多いということなのかなと思います。2つ目ですね。で、3つ目がですね、債券のポートフォリオについてなんですけども、大体まあ平均の格付けシングルAマイナスで利回り 4% 中盤っていうのが今現在のですね、リスクと格付けのですね、相場なのかなと思います。で、まあ、これがですね、1ヶ月前とかですと 4% 前半とか 4% とかだったわけですので、まあ、これぐらいですね、利回り水準が1ヶ月上がっているというのであれば、まあ、非常にですね、短期的に見てもチャンスであるというふうには考えられるのかなと思います。で、まあ、利回りをですね、まあ、状況で 5% 狙うということだとすると、まあ、この平均格付けをですね、BBB プラスか、まあ、BBB フラットにですね、落とすということをすればですね、可能なんじゃないかなというふうに考えていますね。これは3つ目ですと。で、最後、4つ目がですね、債券ポートフォリオの残存期間、平均の期間に関してなんですが、まあ、ここに関してはですね、まあ、また金利が上がってきたと、今 4.2% っていう水準ですので、まあ、非常に高金利で、債券投資にはですね、まあ、絶好のチャンスであるということを鑑みてですね、期間は長めに設定することが多いかなと思います。大体まあ平均で10年中盤から20年ぐらいの平均残存期間になるような設計をですね、ご希望されている方が多くて、私自身もですね、おすすめをですね、しております。当社は富裕層の方の資産運用を手伝いしております。資産配分全体の最適化から、具体的な金融資産、不動産への投資、資産管理会社を含めた税務の最適化まで幅広いご提案をしております。資産運用をお考えの方やお困りの方は気軽に当社の個別相談にお申し込みください。はい、そういったところで本日は米ドル債券利回り再上昇、最新の米債ポートフォリオ設計例を紹介といったようにお届けさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。